ビリー・シュトフは、東ドイツの政治家。閣僚評議会議長、国家元首である国家評議会議長を務めた。国家人民軍上級大将。シュトフは1914年ベルリンに生まれ、彼の父は、その翌年、第一次世界大戦で死亡した。国民学校を卒業後、レンガ職人の徒弟となる。一方で1928年、若きシュトフは、 ドイツ共産主義青年同盟に参加し、そして1931年彼はドイツ共産党に入党した。党の情報部に所属し、ナチスに対する闘争に従事。彼はまた1935年から37年まで、兵役駅でドイツ国防軍の砲兵連隊に入営除隊後は、 ベルリンの建築設計事務所で働いていたが、第二次世界大戦勃発後の1940年に、再び従軍した。彼は、第二級鉄十字章を授与され、可視館の位に昇級した。1942年に負傷。1943年には反ナチス組織の地下活動と連絡を取っていた。敗戦時の1945年4月、ソ連軍の捕虜となるが、 7月に脱走した。脱走後は、ロシア兵に変装して、ベルリンに逃げ戻る。建築設計事務所で働いた経験を生かし、共産党の建築部長となった。1948年には、投資公部経済政策部門の長となる。ドイツ民主共和国の建国後の1950年、首都府は、ドイツ社会主義統一党中央委員、及び、 人民議会議員となった。そして1950年から52年、彼は人民議会の経済委員会委員長、閣僚を評議会の社会問題局局長を歴任し、国家保安省の創設と平衛人民警察の組織化に関与した。1952年から55年、彼は内省を務めた。この役職にあって、彼は東ドイツの全兵力に対する、 指揮権を公式に保有していた。そして1953年の6月17日放棄を鎮圧後には、当中央委員会政治局員となった。1954年から62年、彼は閣僚評議会副議長を務め、1955年からは、平人民警察、国家保安省、科学技術庁、核研究、核技術庁、そして、 核エネルギー平和利用のための経済評議会に対して責任を負っていた。1956年から60年、東ドイツの再軍備に伴い彼は国防省も務めた。そしてこの職にあってワルシャワ条約機構統合軍の副司令官を兼ねていた。1960年には国家機関内における閣僚評議会及び、 SED 中央委員会の決定の執行を調整し、統制することを任された。1962年から64年、彼は閣僚評議会第一副議長を務め、1963年から64年に国家評議会の委員を兼ねた。1964年から73年、死んだ夫をグローテボールの後継として、 閣僚評議会議長及び国家評議会副議長を務めた。この間首相として、1967年に西ドイツ首相、クルトゲオルク・キージンガーに東西領ドイツの交渉を呼びかける所管を送付。1970年には公認の西ドイツ首相、ビリー・ブラントとエアフルト及びカッセルで会談し、東西ドイツの指導者同士の初の会談を実現した。 そしてバルター・ウレブリヒトの死後の1973年、シュトフは国家評議会議長、すなわち共和国の国家元首となった。1976年の人民議会選挙の後、国家と党の指導部組織は再編され、シュトフは再度閣僚評議会議長を務めた。ソ連に習い、国家評議会議長の地位は、SED 書記長であるエーリッヒ・ホーネッカーが、兼任した。 シュトフは東ドイツにおいて、協情主義的共産主義者で厳格な保守派とみなされ、赤い、プロイセン人などとあだなされた。一連の東欧革命により、東ドイツでも西側への市民の逃亡やデモ行進が相次ぎ、SED の党内からもホーネッカーに対する反発が増してきた中、1989年10月17日の政治局会議で、シュトフは突如、 エイリッヒ、ちょっと発言がというと、続いて、ホーネッカー同士の初期長解任、およびミッターク、ヘルマン同士の会食を提案したいと述べ、ホーネッカーに引導を渡す役割を演じた。結局解任動議は可決され、翌日の党中央委員会でホーネッカーは辞任した。党内改革派を名乗るホーネッカーの後任、エゴン・クレンツ初期長や、ハンス・モドロー、さらには、 国民からの圧力により、11月7日に、首都府と44人の閣僚は、総辞職した。11月8日、党中央委員会は、戻ろうを首都府の後継として選出し、その翌日に、ベルリンの壁崩壊が起きた。首都府は、人民議会での演説で、東ドイツの失勢の責任をホーネッカーに押し付けようと試みたが、1989年12月には、 SED を除名され、さらには失政と汚職の容疑で不当に逮捕された。この捜査では彼が国立公園内に使有していた狩猟のための別荘が発見された。しかし彼は1990年2月に健康上の理由から保釈された。彼はソ連に政治亡命を希望したが、ソ連側は何の反応も示さなかった。 東西ドイツ再統一後の1991年、ベルリンの壁で死んだ犠牲者に対する殺人容疑で再び逮捕された。しかし再び健康上の理由で翌年8月に釈放、翌年この裁判は最終的に心理停止となった。1994年10月14日、ベルリンの法廷は彼の20万ドイツマルクの資産を募集する決定をした。 シュトフは1999年4月13日にベルリンで死去した。三浦元博、山崎博康、東欧革命権力の内側で何が起きたか。岩波新書1992年 ISBN40 億430万2560、P17。ありがとうございます。